けで小屋までの焼けてなさに絶望した僕は勢い込んでフライパンを新調したのであった。アサヒ系金属さんのオールライトっていうのかな、黄色い鍋チックなやつと圧力鍋使ってまして、信頼はあります。今回は何かに挑戦というよりは単に使ってみたい、オールライトで歩き出したい、そんな気持ちの起きなる調理です。そもそも料理を気軽にやるもんなんだよな。結果から申し上げますと、オールライトさんめちゃくちゃ使いやすいです。重さは底面が厚い分しっかりとあり、厚みゆえの蓄熱を利用して温度を急激に変化させずに焼く。強火にしなくていいとか、ゆっくり熱すればいいとか、これを焦らすことのない優しいフライパン、オールライトさん。値段はある程度するけど、なんかええんやないかな。さて調理なんですが、今は肉を焼く前の野菜準備です。ピーマンとかアスパラ、キノコなんかをね、肉を焼いた後のフライパンでそのまま焼くっていう。晩飯なんかね、こんなんでいいんだよ。画面ではとろりオリーブオイルが入って、これはあれだな、いよいよ肉を焼くぞ。なんかもたもたしてるのは塩コショウしたり表面の水分を拭き取ったりしてるぞ。油を回してるけど別に神経質に回す必要もなさそう。見ての通りめっちゃ滑るし、フライパンが温まってきたらばそれが焼きのゴングの合図。まだ時間かかりそうですかね。ほら熱いぞ。改めて見てみると焼くと肉って縮まるんやね。焦げつくことは本当にないんだけど、不安で油を回す意味で傾けたりしてるぞ。ツンツンしてるのは肉の弾力で焼けたかどうかを判断したい、そんな心によるものだぞ。ひっくり返したら反映感知やないの、なりますね。よし、ここで野菜も投入や。これはお前余ったスペースで野菜を焼くぞ。お前薄いフライパン使ってた時は自分の火加減が下手なのもあるんやけど、あ、焦げつくことがありもして。フライパンが焦げつくのってすっげー失敗したっていうか、気持ちがこうげんなりしませんか。俺はするんだ。しかし以前使ったことのある黄色い鍋ならやっぱ焦げつかなくて厚みって正義だなと、それで俺は朝日系金属さんの門を叩いたって寸法さ。肉が焼けたっぽいんで一旦フライパンから出す。そしてここが進化ポイント、まな板の上でアルミ包み。冷静に考えて熱伝導が良いステンレスの流し台に乗せたら、そりゃまあ冷めますよね。パイがアホやったんや。そうこうしてるうちに野菜とキノコが焼け上がる。はぁ、単純にうまそう。よっしゃ、切ったり盛り付けたりするぞ。これはお前多分焼けてると思いたいぞ。お前肉汁をフライパンに投入していく。どうして等速に戻す必要があるんですか。焼けてる。よかった、こんな薄い肉でさ、焼けてねえとかさ、そしたらわざとじゃんね。そもそもが焼けてなさだって厚い肉使ってたからだし、そりゃ焼けてくれなきゃ困るよって話じゃないですか。いや、よかったよかった、自信回復、ドレッシングパフェ、以後、よろしく。ところでプリパラだとどのユニットが好きですか。僕は、みんなです。さあそんなわけでできたぞ、ステーキと野菜のソテー。うまそうやないの、これやり申したんでないの。はい完成。これどう見てもうまそうですよね。止めてほしい、このようなものを調理する僕を。どこの牛肉か知らんけど、とにかく肉、北海道のアスパラとくれば。あのビールはなんだ、ご存知ないのですか。ほっほく、ゆつ製法でうまい北海道限定ビール、札幌クラシックです。そらね、私も思わずエキセドル3号になりますよ。ならざるを得ない、だってうまいもん。ともあれこのように何か
高い感じで焼けたので、はい、QGAR のフライパンは大変良かったと思います。少々値段こそ張るように思えるかもですが、物は確実にいいですし、いいかな、どうかな。まだまだ世界は混沌を極め、地が裂け、海が荒れる昨今ですが、日々の生活に、料理に、ちょっとした潤いと、かなりバッチリ肉が焼けて取り回しも良いフライパン、朝日系金属さんのオールライト、試してみてはいかがかな。これでも焼けるんだぜ。ともあれ、フライパンでよく肉が焼けて嬉しい、そんなことを伝えたい動画でした。みんな、肉焼こう。ご視聴ありがとうございました。